4勝負けなし、ラッキーボーイのルーキー佐藤。しかし初回元木ヒットの後、河合にライト線を破るタイムリーツーベースを浴び、いきなり1点を許してしまいます。これに対してドラゴンズは2回、大砲がジャイアンツ先発の桑田から右中間スタンドに一直線の第22号のホームランを放ち、1対1の同点とします。しかしジャイアンツは4回、ワンアウト1塁から篠塚が右中間へ運びます。ライトステアーズのまずい守備もあり、この間に1塁ランナー吉村が一気にホームイン、再び1点をリードします。桑田は大砲にホームランを浴びたものの、初回から力で押すピッチング、そして元木のこのプレー、バックの守りにも応え、ドラゴンズに追加点を許しません。3対1とジャイアンツがリードを広げて迎えた6回、ドラゴンズは2番手今野が満塁のピンチを招き、そして変わった二宮が元木に痛恨の押し出し。こうなると完全にジャイアンツペース、河合が今日4打点目となる2点タイムリーを放つと、さらに松井が4番手北野からタイムリー内野安打。ドラゴンズ中継ぎ陣の乱調につけ込んだジャイアンツ、この回一挙5点を奪います。その裏、ドラゴンズも種田のツーベースヒットなどでノーアウト二塁三塁と反撃のチャンスを作りますが、桑田を打ち崩すことができません。結局ドラゴンズは最終回に2点を返したものの、ジャイアンツに敗退、リタイ1敗を喫しました。なんですが、午後4時15分中止が決まりました。ジャイアンツは今晩東京に戻ってきています。他の鳥取生まれ、ノンプロの選手を経て昭和48年巨人軍に入団。体力がなく2軍からのスタートではあったが、負けず嫌いの小林は2軍で新人賞を獲得。昭和51年52年には18勝を挙げ、不動のエースの座を確立していた。長島ジャイアンツ初優勝の瞬間をマウンドで味わったのも他ならぬ小林茂だったのである。小林は投手にとって最高の栄誉である沢村賞も受賞。だがそんな時、あの事件が起こってしまう。ただいま江川君と契約をいたしました。エース争いのトップを狙う牧原が先発しましたが、3回に捕まります。ブラウンに150メートルのどでかいホームランを浴びます。牧原はこの回5点を失って防御率争いから後退しました。試合はこのまま広島の楽勝かと思われましたが、3番の松井が流れを変えました。広島の先発高橋のストレートでした。王貞治さんの持つ巨人の高校生ルーキーのホームラン記録を塗り替える8号ホームランです。これで俄然活気づいた巨人ベンチ、6番のバーフィールドも松井と同じところへ運びます。この23号ツーランホームランで巨人が追い上げます。さらに6回、夏の甲子園優勝投手で打者に転向した吉岡、プロ入り初出場のバットにも勢いが乗り移りました。岡崎のタイムリーで6対5。1番に戻って元木、ヤングジャイアンツが5点差を跳ね返し同点です。引き付け役は眠りから覚めた松井でした。さらに7回、今日初めて4番に入った大久保、怪我から復帰しての初ヒットが勝ち越しの7号ホームラン。巨人は終わってみれば9対6の逆転勝ち。長島巨人の来シーズンが楽しみになるような今日の巨人でした。送りバントと決めつけていた巨人内野陣の逆をつきました。満塁です。トップの野村、大久保飛びつくのが精一杯、5本連続ヒットで1点差となります。広島はさらに3点を挙げて4対2とあっさり逆転します。6番のブラウン、松井のこの守り、記録はエラーになりませんでしたが、巨人はこの回一挙6点を返上。広島は川口が後を締めて完投勝ち、連敗を5で止めました。森の指揮を取り、優勝候補ナンバーワンと騒がれた長島巨人ですが、すっかり秋風漂う衣替えの季節の中、5回、この人の出塁率の悪さも大きかった1番尾形がタイムリーを放ち、2対1と逆転に成功します。さらに7回には村田、6号ホームランを左中間スタンドに叩き込んで3対1とリードを広げます。こうなると今シーズン東京ドームの目納めとなる松井の一発に注目が集まりますが、ここまで3打席快音聞かれません。
しかし8回またまた尾形がライトへ弾き返し出塁するとすかさずスチール。目下盗塁トップの横浜石井に2つ差と迫る18個目を成功。これをきっかけに一塁三塁のチャンスをつかみ、ここで登場は松井。ところが残念無念のフォアボール。しかしさらにチャンスは続き、最後はこの人、選手会長篠塚が2点タイムリー。今シーズンイライラ尽くしのジャイアンツファンの鬱憤を晴らすかのような完璧な展開を見せる巨人。投げては現在7連敗中のエース斉藤が苦手広島を1失点に抑える完投で遅ればせながらの8勝目。話題騒然でスタートし、東京ドームの最終戦を白星で飾った長嶋巨人、来年こそミスターの胴上げが見たいものですね。ちょっと優勝